闇の世界で言うと、働きたいんだけども、能力がない人間っていうのを徹底的に多分排除する社会になるんだろうなと思います。今でもその福祉政策というか、それの一環でですね、例えば車椅子の人も働けるようにとかですね、あと、えぇ、ー、先天的な障害がある人でも働けるようにみたいなものが一切なくなるわけですね。つまり、うん、役に立たない奴は、 11万円もらって遊んでろっていう制度なんですよ。ベーシックインカムというの。僕らは11万円もらって遊べる世界だというふうに考えるんですけど、そうでなくて、えー、っと、優秀な人間だけが生産をやり、で、えー、優位に立ち、いい生活をするので、そうでない人間は最低食っていくだけは保証してやるから、もうせめて邪魔しないでくれと。会社に入らないでくれと。 会社、企業っていうのは有能なだけの人間とロボットとプログラムだけで運営したいと。それ以外の人間を無理やり雇用するなんていうことをやりたくないので、えー、お前らは毎月11万円っていう手切れ金払ってやるから一生遊んでてくれよと、その代わり丸の内には来ないでねっていうような世界でもあるんですよね。そのベーシックインカーにも光と闇がある。